世の中には二種類の人間がいる。己の運命を他者に委ねる者と自ら切り開く者が。もちろん私は後者だ。保証か。用心の悪い男、自業自得だ。しかし後から来る者は私が手を貸さなかったことを非難する。どうしました？キャブレターが行かれてしまったようで、近くに電話ありませんか？乗りなさい。電話はだいぶ先だ。この先にアーサー・マルサスの山荘がある。アーサー・マルサス？英国一の会計事務所の？すると、ジェームズさんも社員ですか？ええ。すごいや。あなたは？考古学者ってどこの大学で教えてらっしゃるんですか？いろいろです。つまり雇われ講師でして、今はその…ヒワです。さっき道端で弱って飛べなくなっていたものですから、おそらくこの寒波のせいでしょう。その鳥は死ぬ運命にあった。それが種の真意かもしれませんよ。本当、種の真意って分かりませんよね。世の中には美しい花に醜い花、薬草もあれば毒草もある。おかしな男だ。やあ、ジェームズ。こちらはキートンさん。車の故障でお困りのようなのでお連れしました。考古学者だそうです。それはそれは。ああ、ここ有名なブラックタウンの丘の上なんですね。するとさっきの道はテニスの詩に出てくる散歩道。はあ、すごいや。失礼しました。つい紹介しましょう。こちらアーサー・マルサス会計事務所のユージン・ハート会長。よろしく。はじめまして。お会いできて光栄です。同じく重役のハロルド・スミスです。パッド・キャンベルです。オスカー・ハマーです。フランクはまだのようですね。ああ、ジャネットと一緒に来るはずなんだが。心配いりません。お嬢さんとドライブを楽しみながら来るんです。今日はお嬢さんの婚約者の重役就任祝いなのです。それはおめでとうございます。しかし主役が来なくてはパーティーを始めるわけにもいかない。待っている間に食前酒ですっかり出来上がってしまいますな。キートンさんでしたね。もしお急ぎでなければご一緒にいかがですかな。ありがとうございます。しかし、もう一人連れがいるんです。おお、おお、おお。この男、ただの学者じゃないな。一見そやを装い、たちまちこの場に溶け込んでしまった。キートンさんはテニスの詩がお好きですか？ええ、アルフレッド・テニスン、英国文学史を代表する詩人ですからね。考古学者が文学趣味とは。なーに、我々も会計屋だが文学趣味だ。学生時代はよく読んだものです。胸をとき浮かせてね。詩を書いたりました。おお、今度聞かせてくれたまえ。いやいや、会長、それは勘弁してください。弁護士のアイボリー氏からお電話です。後にしてくれたまえ。お急ぎのようですが。私が出ましょう。その件に関しては先方に一任すると言ったはずだ。今日中に折り合いがつかないなら君はクビだ。無能な弁護士を雇う理由はない。ん？あ、何か？電話をお借りしようと。そうでしたね。どうぞ。
お借りします。それでどうしたの？大丈夫でした。会長は優秀だが、後の連中はただのイエスマン。年齢だけで重役になった無能な人間たちだ。そんな、明日まで来られないって困るよ。それそこをなんとか。なに、今日は泊まっていかれるといい。すみません。キートンさん、出かける前に車の点検をしなかったのですか？ああ、注意すべきでしたね。天候次第では凍死する可能性だってあった。そうですね。まあまあ、人間誰しも完璧ではない。君のようにはいかないよ、ジェームズ。とにかくこの寒波は異常だ。いや、その分東欧は暖かいし。しかしベルリンの壁崩壊からわずか半年で東欧の社会主義は総崩れ。やはり共産主義は間違っていたのかね。人間が平等というのは幻想です。人間には優劣がある。優れた人間がその能力を十分に発揮できる社会、それが理想でしょう。しかしそれでは弱者が取り残されてしまう。病人、老人、子供に対する福祉は当然です。しかし能力のある者が無能な者に抑えられては社会が停滞してしまいます。かつての東欧諸国がいい例です。考古学者はどう考えます？残念ながら歴史的に見て多くの文明が一握りの権力者のものであることは否定できません。でもこれからの歴史はそうあってほしくありませんね。いや、自分の車も満足に点検できないくせに言い過ぎました。こいつもか。自分の能力に自信のない者に何ができるんだ。お前も己の運命を他者に委ねるのか。お嬢様とフランク様がお着きになりました。おお、主役のお出ましだ。パパ、遅くなってごめんなさい。私が運転すればもっと早いうちに着いたんだけど、フランクがアイスバーンで滑って私の大切な白雪姫をカボチャの馬車と心中させるわけにはいきませんからね。綺麗なお嬢さんだ。それに婚約者の方も俳優みたいな美男子、お似合いのカップルですね。あちらの方は？考古学者のキートンさん。車が故障してしまってね。それはそれは、私はフランク・ミラー、平川キートン太一です。これも何かの縁です。早速新しい友情に乾杯といきましょう。軽薄な男、人並み以上なのは要望だけ。それを利用し会長の娘と結ばれ、能力以上の地位を得ようとしている。あ、かわいい。君ほどじゃないさ、フランクったら。どうぞ、フランク。ありがとう、ジェームズ。あ、すいません。さあ、おいで。オズボンが今拭くものをお持ちします。いや、いい。自分で拭いてくる。どうも、すいません。フランク・ミラーを我がアーサー・マルサス会計事務所の重役として迎え、また彼とジャネット・ハート嬢の婚約を祝して乾杯。おめでとう。皆さん本当にありがとう。これからもよろしくお願いします。随分とお若い重役の誕生ですね。その通り、若くて有望だ。いやいや、私なんてまだまだですよ。年齢が上だったから先に重役になれただけで、実力ならジェームズの方が格段上だ。へえ、優秀なんですね、ジェームズさん。ああ、10年前のことだ。
あるお得意がコスト高からマレーシアに工場を移すため我が社に相談を持ちかけてきた。問題はマレーシアで法人税が免除されても本国の英国で課税されることだった。私に提案があります。行ってみたまえ、ジェームズ・ケリング。会長、彼はコンサルティング部門の一新入社員に過ぎません。続けたまえ。まずブルネイに持ち株会社を作るのです。この持ち株会社を核に帳簿上ブルネイ、マレーシア、香港、英国の4国の間で資材資金を回転させればいずれの国にも税金を払わずに済むわけです。彼の提案は大成功を収めた。まるで手品ですね。ああ、当時は誰にも思い寄らぬことだった。その後も目覚ましい業績を上げ、ジェームズは入社10年でもはや重役の一歩手前のスーパーバイザーだ。普通なら25年かかるところだがね。君のような味方がいると私も心強いよ、ジェームズ。いえ、フランク、これからもよろしく。こいつにもこのうまいパンを食べさせてやりたいんで、ピンセットか何かありませんか？かしこまりました。ほら、たくさん食べて元気になれよ。よかったわね、お前。キートンさんのおかげで命拾いした上にごちそうまでいただけるんだから。まったくだ。しかし会計事務所というところも大変な競争社会なんですね。そんなに大変だと中には命を落とす方もいらっしゃるんじゃないですか？まあ、すみません、本当にいらっしゃったんですか？ここ10年に3人、みんな有能な人間だった。それは心臓麻痺か何かで？そう、過激な競争社会の中での過労死と言えるかもしれんな。過労死？死因に疑いはないんですか？疑い？どういう意味だね？いえ、日本でトリカブト殺人っていうのが取り沙汰されたことがありましてね。トリカブト？ええ。なんだ、こいつはどうしてこんな話を始めるんだ？すると保険金目当ての殺人にトリカブトの猛毒が使われた可能性があると？ええ。その事件を機にこの国でもロイズ保険が過去20年の不審なケースを毒物中毒死の観点から調べ直してるって噂です。で、例えば我が社の3人が毒殺によるものだとして、その証拠はどうやって掴むんだね？仮装されてしまっては証拠を掴むのは難しそうです。死因は心臓麻痺ということになっていても、薬物中毒の場合、死亡直前の症状として嘔吐、よだれ、興奮、瞳孔の拡大があるらしいんですが。よしてください、もうそんな話、食事中ですよ。あ、すいません、失礼しました。いや、ただの例え話というか世間話でして、お気になさらず。コーヒーになさいますか、紅茶になさいますか？私はコーヒーを。私もコーヒーをいただこうかな。私はいつものロシアンティーでございますね。ああ、ロシアンティーか、私もそれにしようかな。ああ、やっぱりミルクティーでいいです。かしこまりました。フランクはいつもアプリコットのジャムを入れたロシアンティーですの。母親の習慣でね。ジャネットにはマザコンだと言われます。いやあ、美味しいですよね、ロシアンティー。ちょっと待ってください、フランクさん、それを飲んではいけません。皆さんもどなたもカップに触れないでください。分析に回します。なんだね、急にキートンさん。私はロイズに依頼されたオプです。え？先ほどお話しした
ロイズが過去20年間の不審なケースを調べ直した件で、あなた方の社の3人の死がリストアップされました。ジェームズさん、フランクさんのカップに触れないでください。3人が毒殺されたというのかね。バカバカしい。誰が何のために彼らを殺したというんだ。3人の死で出世が早まった方がいますね。え、まさか君、ジェームズ君を。勘違いも甚だし、彼は実力で今の地位を勝ち取ったんだ。4年前、ジェームズさんのライバルだったアトキンズさんが亡くなったのは、確か重役就任パーティーの夜でしたよね。それがどうしたというんだ。6年前のデイビスさんも、9年前のオニールさんも重役昇進前後に亡くなっています。それに3人とも死亡直前に先ほど言った毒物中毒の症状があったと報告されています。嘔吐、よだれ、興奮、瞳孔の拡大。私だってジェームスさんを疑いたくありませんでした。彼の故郷でベラドンナを見るまでは。ベラドンナ？シェイクスピアのハムレットで父親の暗殺に使われた毒草です。毒の成分はアトロピン、致死量はわずか 0.1g。 このベラドンナでジェームズさんは双子のお兄さんを亡くされていますね。しかしだからといってジェームズが。3人の方がベラドンナの毒で殺された可能性があるということです。キートンさん、あなたはジェームズが僕を殺そうとしているというんですか。不快なジョークだ。ジェームズ、気にするな。私は君を信じてるよ。キートン君、私は君に運命を委ねる気はない。私の運命は私が決める。ひどいわ、キートンさん。ジェームズに謝りなさい。待って待ってよ、ビクター。早く来いよ、ジェームズ。なんだい、何があるんだい。ほら見ろよ、うまそうだろ。魔女のマントみたいに真っ黒だ。こいつはきっとエネルギーがあるぞ。ほら、お前も食えよ。なんだよ、ビクター。鳥だ、俺たちは鳥だ。さあ飛ぼうぜ、ジェームズ。よせよ、ビクター そうだ、兄は死んだ。私だけが生き残った。兄は全てにおいて私より優れていた。果たして私が生き残ったのは主の真意だったのだろうか。いいえ、ジェームズ、あなたは優れているわ。そうとも、我が社の誇りだ。そう、私は気がついた。本当は私の方が優れた人間だったのだと。だから生き残ったのだと。そして確信した。私は特別な人間なのだ。選ばれた人間なのだ。誰よりも優れた人間なのだ。アトロピンの前駆症状です。早く毒を吐かせなきゃ。Thank you.
せ。疲れていた。人生という長く険しい旅路において道に迷い立ち尽くしていた。彼は自分の絵を失った画家。しかし今彼は思い出そうとしていた。あの懐かしい風景を。次回、瞳の中のハイランド。